まあ難しいことはそんなにないです。海外いらっしゃる方ですね、からご相談で、アフィリのやり方知りたいですと、あと失敗談を知りたいですということですね、あと商品一覧、あと捕まるんですかということなんですけども、例えばですね、捕まるっていうのは、もちろん公序良俗に反するものをアフィリエイトしてもダメですよね。で、そもそもまあアフィリエイトができないようになってると思うので、変なものを扱うっていうのは少ないと思うんですけども、あるとしたらですね、オンラインカジノですね、で今後どうなっていくかというところですね、現状はグレー、まあ、違法でも合法でもないということなんですけれども、まあ、海外のですね、ライセンス持った会社のものを、オンラインカジノを紹介する、アフィリエイトする分には捕まらないということなんですけれども、今後ですね、まあ、日本の法律次第によって完全にブラックになる、そしたらアフィリエイトやってるのも、NG と、まあ、ノバアフィリエイトとか、一時問題になりましたけれども、まあ、そういうですね、ちょっとしたですね、情報というのは入れた方がいいのかなと思います。まあ、基本的にアフィリエイトというのはちゃんと